し、今日は、まあ、予告通りハザードは止まらないってね。これね、いやーこれね、まあ、今回の目玉やと思うよ。これスペックがね面白くてね、防御100しかない、体力3000の防御100っていう、今時にしちゃちょっと低い、でも攻撃が2300あるっていうね。ああ、なかなかこれがデメリットってやつや。そう、クーガとかね、オーディンとは違ってちゃんとデメリットって考えられた。で、まあチームはあれでもあったやん、キャンペーンレアでも確かボトルマッチ4弾かな、あれの時にキャンペーンで4弾やったっけ、3弾やったっけ、忘れたけど、あれでチームやべえっていうのがあったからね、そのチームで行こうと。ちょ、暗い、どうなっ、どうや、元から暗いらしい、画面、携帯の画面、携帯の画面で見て見にくいんじゃなくて元から暗いらしい。まあいいやろこれは。よし、このチームやべえで、で、ビルドの能力が3番目にカード出したとき、相手よりライジングパワーが3つ多いと、相手のライジングパワーマイナス2で手首リセットやから、このプライムローグのフルボトルで、プライムローグのフルボトルと、あとこのオーズの能力でね、開始からライジングパワーを上げようと。何も上がるんかわからん。あ、喋った、うわしか言ってねえ。どっちかというとプライムローグの方がハザードじゃ。よし、まあどっちでもいいけど、でまあどっちかというとね、このチームやべえよりはメモリアルタックフィニッシュのダブルとディケイドの方がええかもしれん。そっちの方が多分ライジングパワー開幕6いけると思う。これの能力で、まあスロットアイコン揃ってない時に1000、相手の防御1000やろ、地全体の。でこっちは2番目に出した時 AP10 で激烈1で、こっちが AP260 の時相手の全体のAP-10 のガッツ率超ダウンっていう。で、ビルドはキックアイコン多いから、キックアイ、あ、相手もハザードや。しかも、相手に、あれがおるやん、グリス、クローズチャージが。何気にスロットアイコンも揃いにくい、このチームは。なんか全員のスペックをね、アビリティをフルで活用できるチームだと思うよ。さあ勝てるかな。あ、開幕4あるね。ってことはもうこれで3番目にカード出して相手の手首リセット、まあ意味ないけど、あんまり今1ラウンド目はね。 260AP 行くかどうか分からんけど、あーさっき聞くかよ、トリプルアタックかな、あ激烈か、あ、いった、ああなんだ、相手のレアリティ低かった、ああ全然見てなかったで俺か、ライダーしか喋んなビルと喋っとるやないか、ハザードは喋らんのに。どうしようかな、一番こうこうやってパーフェクト、あ、まあ取らんでもいいか、一番必殺が低いであろうオーズでやった方がええかもね。でないとこれで死んでしまう可能性はないけど、
あ、さっき俺が意味もなくカードひっくり返しとったけど、あれよ、レアカードスキャンした後にノーマルのカードに入れ替えたらレアカード保護できるからね。これ思ったんやけどさ、相手の下半身凍らせるとかちょっとしてほしかったね、内心ね。ちょっとも、まあ、よし、あー、いいよいいよ、これでバーストできればハザードは止まらない。エグザムシステムを見ることができる。お、激烈、あー激烈だったか。よっしゃ、これで、どうかね、これ。もう俺反応遅いからね、本当にもうこれ嫌いやわ。ぽよ、よし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 。あーほら、遅いんだよ俺。よし、じゃあバーストできるから行くよ。あー、もう必殺2500前。いエグザムシステムスタンバイ。よっしゃ、おら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 、いけ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 、よしよしよし、最近楽。ああ成功じゃん。来たぞ来たぞ、おう原作再現。あ、やべえ、かっこいい、やべえ。こっからはアオバを殺したシーンや。クローズのアナザーエンドやね、これは。おー、やべえ、かっこいい、これ。いや、このメモリアルフィニッシュね、すごいよ。クローズチャージにやったのと、その青葉にやったのをくっつけたやつだから豪華よ、かなり。あ、そういえばなんかつい最近あったボイスっていうドラマにさ、なんか毒が吸わされて頭がクラクラするとかって青葉が出とったんやけど、本当に青葉やろあれ。当然ネビラガス吸わされて頭クラクラしとったんやろうね。あ、なんかダミードーパントとあと空城城太郎、まあ、兄弟なんやけどダミーと城太郎は、それがなんかヤクザの幹部みたいなんで、その二人がね、青葉にネビラガス吸わせとったっていうなんかドラマがあったよ前。うん、頭がクラクラするとかって言いよったけど、うん、でなんかライダーマンがね、ゼクロスに出演したライダーマンが準主役か主役か知らんけど出とるドラマが今もあるんかよくわからんけど。お、 AP アップや、やった。あ、テンション上がってきた。もう俺しばらくちょっとハザードに取りつかれてるかもわからん。うん、いやこれかっこいいわ、これは。いやこれ手に入れちょっと方がいいよ、みんな。ほんとかっこいい系。あ、もうメモリアルフィニッシュの中で結構好きなカードやね、これは。これはいいぞ。よし、じゃあまたなんか面白いの思いついたらやります。